久しぶり。元気だった？ハロステ、今回のお相手はモーニング娘。ワンナインの石田由美と岡村穂真と山崎芽衣の3人でお送りしていきます。ハロープロジェクトの最新情報をご覧のあなたと一緒に見ていこうという番組です。最後までお付き合いお願いします。お願いします。お願いします。さて、最近のモーニング娘。ワンナインですけれども、心&体というコンサートツアーの真っ最中で、これはね、15期の3人が加入してきて初めてのコンサートツアーになっているんですけれども、はい、なんと最新曲を2曲も披露している、はい、本当に新たなモーニング娘。ワンナインをお見せできるコンサートツアーになっております。めちゃくちゃ楽しくって、楽しいですか？はい、楽しいです。楽しんでる。そう、一緒にリハーサルとかを15期と一緒にこう頑張ってきて、リハーサルでは15期が、まあ、ちょっと大変だったんだろうね、すごい暗い顔とかも若干見えてたりしたんですけど、本番始まったら本当にみんながすごく楽しそうな顔でライブをやってくれているので、そんな初々しい15期を見に来てほしいコンサートツアーとなっています。ごめんね、石田さん、すごい喋っちゃったけど、どうですかコンサートやってて。はい、私はでもすごいリハーサルとかはいろんな何曲も曲を覚えなくちゃいけなかったり、うん、大変なことはあったんですけど、ね、本番が始まってみたら ものすごく楽しくて、うん、あ、ライブの楽しさってこういうことなんだなって思って、すごくなんか嬉しく思っています。うん、一番表情が変わったのはね、岡村穂真ちゃんでした。楽しいでしょう。はい、楽しいです私はその憧れの先輩方と一緒にパフォーマンスできるのもすごく嬉しいし、あとパフォーマンス中にいろんな方と目が合うのが、その私だけじゃなくて、そのみんながここにいるっていうことを感じられて、すごい安心して、すごい楽しいステージになってるんじゃないかなと思います。メンバーもだし、ファンの皆さんとも目合わせてできるかね。はい、そう、こんな感じでですね、15期を含めた14人体制のモーニング娘。ワンナインでやっております。2人は MC としてこのハロステに登場するのは初めてですね。初めてです。緊張はしてますか？緊張してます。緊張してます。緊張してますか？してます。お互い緊張してるから安心だねみたいな、それいいね、仲良しだね2人は仲良しですか？すごい仲良しです可愛いですね。せっかくなので2人のことをしっかりしていただくために、カメラに向かって自己紹介をしてもらいたいと思います。はい、まずは岡村穂真ちゃんからお願いします。はい、東京都出身、中学2年生14歳の岡村穂真です。好きな食べ物はお肉です。よろしくお願いします。北海道出身、中学2年生14歳の山崎芽衣です。好きな動物はパンダさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡村穂真ちゃんはみんなから穂真ちゃんって呼ばれてるんだけど、はい、穂真ちゃんは今まで中学校とか小学校とかではなんて呼ばれてた？私は、うん、でも小さい頃から、うん、ほまちゃんって呼ばれてて、はい、でも小学校を高学年とかになるにつれ、うんうん、友達からはその今までほまちゃんが多かったので、うん、なんか一度だけなんかほまれっても呼んでみたくもらいたくて、うん、それでなんか仲良くなったお友達はほまれって呼んでくれたりして、うん、それがすごい嬉しかったです。そうなんだ、はい、じゃあほまれって呼んでる先輩メンバーいる？あ、佐藤まさきさん。あ、抜け駆けしようって。え、それは嬉しい。やっぱりなんか佐藤まさきさんには、うん、なんかいろんな、うん、指名で呼んでいただいてそうね、はい、勝手なニックネームつけるの好きだもんね一番最初は岡村ちゃんだったんですけど、うん、それがほまちゃんに進化して、うん、で最近ほまれになって、うん、最初ほまれって言われた時、私だと思ってちょっとびっくりしました。そっか、はい、いいね、ほまれってちょっと慣れてきたら呼ぶね。はい。え、どっちが好きなの本当は？なんか、うん、別にどう呼ばれても大丈夫なんですけど、うん、でもなんか、でもいろんな呼び名で呼んでもらえたらすごい嬉しいです。わかりました、はい、あなたの好きな呼び方で呼んでくださいってことですね、はいはい、そうです。そしてめいちゃんは、はい、めいちゃんはみんなからめいちゃんって呼ばれてるね。はい、でも佐藤まさきさんからは、うん、時々パンダちゃんって呼ばれることありますそうでした、はい、そうなんですよね、はい、でも本当にこうパンダさんが好きすぎて、はい、周りのメンバーがパンダさんのことをパンダって言うと
サン。すいません。そうなんですよ。パンダはパンダではなく、パンダさんなんだそうです。はい。パンダさんです。はい。そんぐらいね、大事にパンダさんのことを思ってるみたいなんですけれども、はい、なんか二人がやっぱり緊張してるからなのか、もっと二人砕けてるよね、普段は。はい。北川リオちゃんっていう子も含めて15期で3人なんですけど、はい、この15期の関係性が見ててすごく面白いなって思うんですけど、はい、北川リオちゃんはその3人の中で最年長なんですね。はい、なんですけど、二人から突っ込まれることが多いんですよ。この間ちょっと見てて笑ってしまったのは、こう15期3人が椅子に座ってこうさ話してた、その後にその椅子を立って部屋を出ようとした時に、2人はちゃんとこう椅子を戻してから部屋を出たんですけど、あの北川リオちゃんだけね、椅子を戻さなかったんだよね。はい。そしたらホマちゃんが、リオちゃん椅子は戻すんだよって年上とかやっぱ関係なくね、切磋琢磨してってんだよね。はい。どうなんですか、お互い15期的には。でもそのホマレちゃんは私の印象からするとすごいお肉を食べてるイメージがあって、なんか今日も焼肉食べてきたよとか、お肉食べてきたっていうのがなんか毎回言ってるので、お肉っていう印象が強いです。報告してくるんだね。はい、すごい報告してくる。だからお腹空いてる時に言われると、え、行きたい行きたいってなって、すごいお腹空いちゃいます。それなんで言うのかな。なんか、でも私すごい嬉しかったこととか、なんか悲しかったこととか全部そうなんですけど、なんか感情がすごい出やすくて、嬉しいとなんか誰かに報告したくなってしまうんですよ。なんかだから今日は、昨日はなんかステーキ食べたとか思ったら、みーちゃん聞いて、今日ねステーキ食べたのとか言っちゃう言っちゃうんですよ、嬉しくて。それがでもみーちゃんはそれをそうなんだって聞いてくれて、すごいお互いにハッピーを共有してるよ、ね。ハッピー、うん。大丈夫、そうでもない。ハッピーだよね。共有、はい、ハッピーです。ハッピーです。そっか、でもそうやってね、幸せなことは共有していきたいもんね。はい。二人から見て、じゃあ北川リオちゃんはどうですか？リオちゃんはでも最年長っていうこともあって、すごいお姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉さんだなって感じることもあって、でもさっき石田さんもおっしゃってたように、時々ちょっとおちょこちょいなところもあったりして、笑わせてくれることもあるので、やっぱりそこもお姉ちゃんだなって思うことがあります。笑顔にしてくれる。はい。この3人がいるからちょうどなんかバランスが取れてることも多いかなって感じます。いいですね。この15期がもっと緊張感がなくなって、さらになんか新たな魅力が出していけるような空間作りを私たちもしていきたいと思います。それではここで2人のことをもっと知ってもらうためにクイズを出してもらおうと思うんですけれども、どっちがどうしてくれますか？どうする？かわいい。じゃあ、はい、私、山崎が出します。お願いします。私、山崎芽衣がモーニング娘。ワンナインに加入して訪れた場所で一番印象に残っているところはどこでしょうかというクイズです。はあ、はい、どこでしょうね。ヒントは、ハロープロジェクトのコンサートで行ったところのあるところです。なるほど。はい。6件ぐらいに限られたね。じゃあ正解は VTR の後です。今ほまちゃんに話しかけたんだよ。Together, I'm going now. Together, 偉い
腰を動かさないで上半身だけをツイストしてみるの。前の席から答案用紙を後ろの人に配るイメージで。ゴー。しっかりひねって配りましょう。ツイストツイスト。夢で見た理想の自分を思い出して。ヒーロー、ウエストゴーウエスト。お疲れちゃいした。ワークアウトかけて頑張ってるならそのままの調子でいいんだよ。では問題のおさらいです。私山崎芽衣がモーニング娘。19に加入してから訪れた場所で一番印象に残っているところはどこでしょうかという問題です。はい、石田さん、誉ちゃん、回答できましたか。あ、回答、はい、回答できましたか。はい、考えました。はい、はい、では回答どうぞ。じゃーん。私、石田は宮城。私は札幌です。そうですね。私は宮城県出身なので、こう宮城がめいちゃんにとって印象に残ってたらいいなっていう気持ちで宮城にしました。はい。私は、やっぱり北海道の札幌って、あの山崎めいちゃんの地元であるので、はい、そうだね、あのなんかすごい、やっぱり地元って、自分の地元ってなんか来れたら嬉しいと思うし、すごい印象に残るかなと思って札幌にしました。なるほど。それでは正解を発表します。はい、正解はじゃ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 ん、仙台です。やった、石田さん正解です。ありがとう。理由はですね、なんでなんで、外で牛タンを焼いて、その焼きたてを食べることができるのがすごく印象的で、誉ちゃんもお肉が大好きということで、すごいもりもり食べていて、すごい美味しそうで食べている顔もすごい印象的だったので、全部含めて仙台公演がすごい印象的でした。嬉しい、ありがとうございます。はい、あ、でも札幌公演もすごい、もちろんね、すごい札幌も印象的。でもやっぱほら地元じゃん、よく行ってたってか、もし住んでたじゃん。あ、確かに。そうそうそう、はい、そう。だからまた別だよね。なるほど。はい。嬉しいですね、宮城出身としては。嬉しいなと思います。でもそうだよ、ほまちゃんもさ、仙台の牛タンはどうでしたか？いや、本当に仙台の牛タン、今あの最近食べたお肉が、まだあの仙台、あのコンサートツアーで行った仙台の牛タンでアップデートされてるんですけど、アップデート本当に美味しくて。ね、常に。はい、この間のお肉はこの時のってあるんだ、はい、自分の中に。あって本当に美味しくて、
やっぱりなんか外なんか焼いてもらうっていうのもすごいなんか嬉しいし、やっぱりなんか違うな、うわ仙台の牛タン格別って思って、すごい本当にそれが美味しくて嬉しい。私もすごい仙台に行けるときはいつもワクワクしながら行ってます。よかったです。その、ね、牛タンのパワーでみんなでコンサート頑張れましたね。はい、はい。ですね、あとちょっと話は変わるんですけれども、同期の3人以外で、同期の以外でよく話をするメンバーっていますか今？はい、私山崎はその、うん、自分からあんまり先輩に話しに行けるよ、まだ行けるような状態ではないので、緊張しちゃって。もうちょっと前ね、なんで笑ったの？何笑いだ？いや、同じ共感の笑いです。あ、共感は、なるほどね。共感、そうか、そうか、わかる。わかる、わかる。うん、緊張して、あんまり話に自分からいけないんですけど、うん、そんな中、生田絵里奈さんが、うん、その私に話しかけてくださって、うん、この間もパンを一口いただいたり、うん、あとお写真を一緒に撮らせていただいたり、あとはお話をたくさんすることができて、うん、すごい優しいなって思って、すごいたくさん話す先輩じゃないかなと思います、うん、なんかブログにもね、はい、新幹線で隣になってって書いてたね。はい、すごい嬉しい。嬉しかった。はい。そっか。ほまちゃんはどうですか？はい、私はですね、私も山崎めいちゃんと同じように、まだあんまり先輩方に自分から、うんうん、すごいなんかプライベートの話とか、うん、そういうのはまだしたことはあまりないんですけど、そっかそっか、はい、でもやっぱり生田絵里奈さんとか、あと野中美希さんとかはよくお話しさせていただいてるかなと思ったり、うんうん、あとでも石田さんもなんか一緒になんか話すとなんかすごい面白いんですよ、一緒に。しかもリオちゃんと、うん、リオちゃんと石田さんの会話が私一番面白いなと思ってて、うん、なんか見てるとすごい面白いっていうのもあるし、うん、すごいお勉強になるなと。いやー、いえいえいえ。そうですね、本当に北川はツッコミどころが満載なので面白いんですよ。私もこうつっつけばつっつくほどね、面白くなっていくから、はい、それを確かに2人はよく見て笑ってくれてるなっていう印象はあったりしますね。ちなみに石田さんのイメージは何かありますか？でも私はその最初は石田さんすごいかっこいい人だなと思っていて、うん、そしたらそのよく、うん、よくそのあの一緒にグループになって、うん、そしたら話していくにつれて、そのダンスとかもすごいかっこよくて真面目な部分もあって、でもそれとは裏腹に、うん、そのいろんな人を笑わせてくれたり面白いところもあって、すごい素敵な方だなと思います。ありがとう、笑ってくれて本当に。え、面白いです。 ありがとうございます。恥ずかしいですね。どうですか、ほまちゃんは？でも私も、うん、石田さんはモーニング娘。ワンナインに加入する前から、うん、あ、この方はすごく真面目な方なんだろうなって思っていたんですけど、うん、やっぱりパフォーマンス面とかに関してはすごくストイックで真面目で、多分モーニング娘。ワンナインの誰よりもすごく考えている方かなと私は思っていて、うん、けど私は優しい石田さんも大好きで、うん、なんか話しててニコってしてくれる石田さんとかすごくなんか嬉しくて、うん、私今最近、うん、石田さんとツーショットを撮ってもらったんですけど、うん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 、それをスマホのホーム画面にしてて、すごい、私のハートが持ちません。ズキュン、はい、すごくズキュンですね。嬉し、嬉しかったんです、それが。そのツーショットを撮るってなったのも、めいちゃんと一緒に上場軍団の爽やか五郎さんのバースデーイベントに出演したじゃない、はい、その時にツーショットをこう撮ったんですよ、はい、それをブログに載せたら次の日にほまちゃんがほまれも石田さんとツーショット撮りたいですって言ってきてくれて全然撮るよって思ったんですよね。あと2人のすごく面白いところが、先輩のそのお姉さんたち、私たちだから二十歳超えているメンバーとかのことを表すときにお姉さん方とか言えばいいんですけど、いや、まあ普通に先輩方って言えばいいんですけど、急にお姉様方って言い出したんですよね。あれはどうしちゃったのかな。なんだろう。なんか勝手に出ちゃうみたいな。でもびっくり。なんかお姉さん方ってなんか、うん、
よりなんかお姉さま方の方が言いやすい感じがします、ねね、まだまだ知りたいことはありますのでハロステこの後もお楽しみに。ヨフルノです。2007年12月20日生まれのいて座です。大阪府出身です。大型です。146センチです。ヨフーちゃん、ルノちゃん、ヨハちゃんと呼ばれています。元気で面白い性格と言われます。ラスクやアイシングクッキーを作ることです。音楽です。歌が大好きだからです。カールしたまつげです。あります。表情を作るのが得意です。笑顔や曲に合わせた表情を作るのが得意です。ハンバーグです。お母さんが作ってくれたハンバーグがどのお店で食べるよりも好きです。紫色です。小さい頃から紫色のものをいっぱい持っているからです。フレンチブルドッグです。小さい頃にフレンチブルドッグを飼っていたからです。テーマパークに行きたいです。ジェットコースターに乗りたいです。お母さんが作った大量のハンバーグを持って行きたいです。小さい頃からお父さんの影響でモーニング娘さんの動画を見ていて憧れてオーディションを受けました。タンポポさんの乙女パスタに感動です。可愛い歌詞があるのでそこが大好きです。モーニング娘。ワンナインの横山玲奈さんです。笑顔が本当に可愛いからです。よく友達とショートムービーを作るんですけどそのショートムービーの撮り方が上手だと言われます。歌は前から習っていたのでダンスの経験があんまりないのでダンスを頑張りたいです。開脚が得意なので開脚を披露します。これからも笑顔で元気で頑張るので応援よろしくお願いします。明るくいこうよ。続いてはハロステチャレンジ。ハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくコーナーです。今回は2人に挑戦してもらいます。はい、今回2人が挑戦するのは印象に残る自己 PR です。印象に残る自己 PR、はい、私がお題を出すのでお題に沿った自分の特徴を答えてください、はい、今回のハロステはほまちゃんとめいちゃんの個性をたくさんの方に知っていただこうという内容なので頑張って見ている方の印象に残るように特徴を伝えていきましょう、はいはい、それじゃあ早速自己 PR チャレンジスタート。第1問、自分を一言で表すならどんな言葉？ほまちゃんから。はい、じゃん、単純です。単純、はい、単純、はい、そうなの、はい、私は、うん、なんかよくほまちゃん、ほまれって単純だよねって言われることが多くて、うん、なんかでも私も自分で単純って正直よく意味が分かってない部分はあるんですけど、うん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 、でもなんか好きなものはあまり変わらなかったり、うん、なんかその表情がすぐ心の表情がすぐ顔に出てしまったり、そういうところがなんか単純みたいな感じなのかなと思ってこの言葉にしました。確かに、あの褒めると分かりやすく嬉しそうな顔してくれるのですごくね褒めがいがある。ありがとうございます。続いてめいちゃんは、はい、じゃん、パンダさんです。そうですね、はい、あの私はパンダさんがすごく大好きで、うん、すごいいろんな家にもいろんなところにパンダさんいるし、うん、あの身につけているものにもパンダさんいろいろといるので、うん、それくらいすごいパンダさんが大好きで、うん、あの一言でまとめるとしたら私イコールパンダさんじゃないかなと思いました。今日もね、はい、そんな髪型ついてます。
可愛い。ありがとうございます。それからなんかこう今日はブランケット使うにあたって、はい、なんか4種類ぐらいの選んでいいよって言ったんだけど、真っ先にそれ選んだね。はい、もうこれしか目に行きません。可愛いです。それじゃあ続いて、はい、第2問、頑張った自分にご褒美をあげるなら何？はい、頑張れ。英語ランクの肉。はい、いいね。はい、ほまちゃんお肉大好きだね、本当に。あの普段食べるお肉より、はいはい、うん、もうワンランクも何ランクも上のお肉を食べてみたいなと思って、うんうん、これ食べたことあるの？まだないです。おお、あの白さんもあるかな。ごめんね。なんかこの英語ってつくお肉を、うんうん、なんかちょっとじゃなくてもうお腹がパンパンになるまで食べてみたいなと思って、うんうん、英語ランク肉って書きました。いいですね、はい、頑張ろうそれぐらい。はい、頑張ります。じゃあ続いてめいちゃん、はい、私はじゃん、パンダさんに会いに行くです。おー、あれ、そうだよね、はい、めいちゃんパンダさん大好きだけど実際に見たことは、はい、ないんです、うん、そのパンダさんに実際に会ったことがないので、うん、そのパンダさんに会いに行くのが今の中の自分では一番のご褒美になるんじゃないかなと思って、すごいワクワクです。そっか、はい、実際に見ても可愛いといいね。はい、多分すごいパンダさんパワーが強いと思います。ちょっとパンダさんパワーあれ見せてもらっていい？フリップ置いてもらって。パンダさんパワー、パンダさんパワーのあのあれが見たいな。パンダさんパワーマックスで頑張ります。ありがとう。癒しです。続いて第3問、モーニング娘。ワンナインにいる自分を漢字一文字で表すと何？はい、よいしょ、よいしょ、はい、出ました。タラン、タラン、新、新しいという漢字にしました。いいですね。あの私が入って15期が入って、うん、モーニング娘。があの新しくなったのは新メンバーの新と、うん、あと、うん、新しい何かを、うん、あのモーニング娘。に加えれ、私が加えられれば良いなと思って、うんうん、この新しいっていう字を選びました。期待できますね、楽しみです、はい、頑張ります、うん、じゃあめいちゃんは。はい、私は妹です。はい、おその私はその同じモーニング娘。ワンナインの羽賀茜さんから、うん、その最年少の枠をいただいて、うんうんうん、受け継いだので そうだね、その最年少らしくフレッシュに頑張れたらなと思います。確かに一番今フレッシュだよ。みんなの妹だね。実際は妹、はい、お姉ちゃんです。そうだよね、お姉ちゃんなんですよ、はい、お姉ちゃん気質出てる。確かに出てますか？うん、出てる。ええ、だからリオちゃんにね、うん、ちょっとできるんでしょ、うん、そこ違うよってできるんでしょ、はい、ほまちゃんもお姉ちゃんなんだよね。はい、実はお姉ちゃんです。でもお姉ちゃん欲しいんだよね。そうなんです、お姉ちゃんが欲しくて、うん、けどお、ね、私がお姉ちゃんなんですなんだよね、はい、だからなんかモーニング娘。に加入していっぱいお姉ちゃんができたみたいで嬉しいって言ってくれたのね。はい、うん、私が説明しちゃってすみません。以上、ハロステチャレンジのコーナーでした。今回は印象に残る自己 PR に挑戦でした。We'll be right back.
ずっと応援してるよ。ハロステ、そろそろお別れの時間になりました。ハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ最後にお知らせを言ってみましょうか。はい、頑張ります。はい、はい、現在モーニング娘。ワンナインコンサートツアー秋心&体が開催中です。お近くの会場がありましたらぜひお越しください。そしてツアーファイナルが12月5日国立代々木競技場第一体育館にて行われます、はい、こちらもぜひお越しください。お願いします。お願いします。そして12月1日モーニング娘。ワンナイン心&体アット新宿レニーが開催されます、はい、現在行っている秋ツアーの内容がギュッと詰まっている内容になっていますのでぜひお越しください。ありがとうございます。よく言えました。なんか見守る気持ちになりますねドキドキした。はい、はい以上でこのハロステをやってしまうんですけれども、まだまだですね15期の知ってほしい部分とか私も知らない部分とかあると思うので、これからモーニング娘。として活動楽しんで頑張っていきましょうね。はい、はい、ということで今回のお相手はモーニング娘。ワンナインの石田あゆみと岡村ほまれと山崎芽衣でした。さようなら。口づけじゃないわよ、認めないあんなの。私も同いだし、悪ふざけ許せない。爽やかは格好だ、性格は最悪。誰にでもチャラチャラといい格好を。一瞬たりともキュンした、私がバカだな。こんな出会いがあることにときめいてバカだ。